はい、こんにちは、こんばんは。ワークアウトウェンズデーを30分で解説しようのコーナーです。で、今回、トピックにするのは、2019年第49週のお題です。で、何やるかというと、こんな感じで、実物ちょっとお見せしますね、最初に。これか。ちょっと一番上のにしようかな。こんな感じで、1個週を大きく見せてくださいというのと、残りトップ26ぐらいまでで選択されてない週25個をここに小さく表示してくださいみたいなのが、お題の大枠ですね。で、タイトルが Can you swap states みたいな感じになってるんですけど、何かっていうと、例えばテキサス選択したら、テキサスが上に来て、カリフォルニアはこっちに戻るみたいな、そういう感じ。州がスワップされてるみたいな感じの実装しましょうね、みたいなのが今回のお題ですね。はい。で、そんな感じのお題で、あと一箇所ちょっと細かいというか、あの画面ってあんまり見えなかったかもしれないですけど、こっちの残り、トップ26のうちの25個出してるところに、ランク出してくださいねっていう感じのお題が出てるんですね。なので今回のお題って、スーパースターのデータ使ってくださいと、トップ26、合わせて26個の州を出してくださいねというのと、売上のランク出してくださいねっていう感じですね。で、何実装するかっていう話なんですけど、一つはパラメータアクションを使おうかなと。あれです。これクリックしたら、この州の名前がパラメータに入って、選択されてるものはここに出るし、選択されてないものはここに出るんだな、みたいなことを、実装したいな、みたいな感じですね。で、セットアクションでもいいのかって話になるんですけど、なんだろうな、パラメータアクションとセットアクション、どっち使ってるんだろうなって一番簡単に確かめる方法は、多分ですけど、複数選択したときにどうなるか。で、セットアクションの場合は、これ3つとも入っちゃって、なんかおかしなことになっちゃうとかが起きるんですけど、なんか難しくというか、ちょっと仕掛けとかを作んなければ。ただ今回の場合、なんかもうあれです。もう何にも変わんないって形になってるので、じゃあこれ複数選択を許してないパラメータアクションだな、みたいな感じのことが推測できるっていう感じですね。で、パネルチャート使いましょうかっていう話になるんですけど、パネルチャートが何かっていうのは、後ほどちょっと説明します。要は、ここ25個表示させてますよね、のところにパネルチャートっていう、作り方してるんだな、ぐらいの感じですね。で、売上ランク使うので、もちろん表計算は使います。で、このあたりの、ちょっと見せ方とかをするために、ちょっとだけ書式設定やる必要があるので、そこもお見せしますっていう感じですね。はい。で、パレルチャート。スモールマルチプルとかも呼ばれてるんですけど、何かっていうと、こういう感じの見た目のビズですね。で、必ずしも、一つのディメンション使うっていうわけでもないんですけど、要は、なんだろう、例えば、一つのディメンションを使ってる場合、上の場合はステートですし、下の場合はサブカテゴリー。で、基本的には一ディメンションなので、なんだろう、一次元上にしか配置できないんですけど、それをちょっとした仕掛けを作ってあげて、二次元上にトントン置いておきましょうか、みたいな感じをしているのが、主なパネルチャートの使い方かなっていう気がしますね。これ関係ないです。はい。関係ない。はい。で、このあたりのことやっていきましょうかっていう感じなんですけど、ブログの概要欄ページにちょっと貼りますが、今回の記事でちょっと参考にしたをしていただいたら助かるかなというか、理解が進むかなと思うのが、こちら自分のブログのパネルチャートの作り方を解説した記事と、あと今回、こちらの記事の内容もちょっと使うので、ブログ、この2つの記事の URL を動画の概要欄
に貼っておきますので、もしよろしければご参照くださいという感じですね。はい。まあ、そんな感じです。じゃあ、まあ、これ、こちら作ろうと頑張っていきましょう。はい。で、こちらにも用意してあるのが、スーパーストア、まあ、のデータにつながっているもので、まあ、使うものだけちょっとピックアップしておきましたっていう感じですね。まあ、使うのは、まあ、このあたりのシティ、カウントリー、ステートと、あと、売上、セールス。で、最初に、ここの、まあ、パレルチャートの方を作っていきましょうっていう感じなんですが、ちょっとここ、最初から説明していると時間がすごいかかってしまうので、ここの計算式持ってくることにします。で、作るのは、まあ、一つは、というかもうこっちにコピーしよう。ローディバイダーと呼ばれる、まあ、計算フィールド1個。まあ、ブログ記事からコピペで持ってきていただければいいかなっていう感じがしますね。で、もう一個が、カラムディバイダー。まあ、とりあえずちょっと作っておきます。で、まあ、この二つを、まあ、不連続に変形しておいて、どうしようかな。ちょっと一回お見せしますね。カウントリー、ステートを入れて、マップにすると、まあ、こんな感じになるじゃないですか。で、自動生成の緯度経度を外すと、外れなかった。まあ、こんな感じで、こう、各ステートがこう、トントン作られてるみたいな感じですね。で、まあ、どうしようかな。売上で、並び替えましょうか。セールス。大きくしたらどうなんだろう。ああ、悪くない。まあ、こんな感じで、こう、カリフォルニア、ニューヨーク、テキサスみたいな感じで並ぶわけですね。で、パレルチャート行く前にどうしようかな。トップ26だけ欲しいので、26。セールス、間違えた。まあ、26個とりあえず出しておきましょうかっていう感じですね。で、まあこの状態でも並んでるなっていう感じなんですけど、ちょっと明示的に 5×5 にしたいなっていう感じなんですよね。で、そのためにカラムディバイダーとローディバイダーを使いたいんですけど、まあ、何が起きるかっていうのは多分一回お見せした方が早くて、まあこんな感じでこう、行セルフ、レスセルフに対応するものを入れてあげて、で、それぞれ、ステートを使って、まあ、計算するようにしてあげると、大きすぎる。これかな。で、エンタービューかな。まあ、こんな感じで、まあ、ここに出ている26個のものを、まあ、いい感じに、まあ、正方形の中に収まるような感じ。まあ、5×5 くらいに収まるようになってほしいな、みたいな感じ。にしてくれるんですね。で、1個余ってるので、まあ、ここに、そいつはそこに来るみたいな感じです。で、これかな。で、まあ、なんか、並びが近くなったな、みたいな感じですね。で、どうしようかな。ちょっと今、カリフォルニア仮に選択しますけど、ここに表示されてほしいのは、トップ26のうち、選ばれてないステートが出てほしいので、まあ、カリフォルニアを選択したらカリフォルニアはここから消えるみたいなことがしたいわけですね。で、パラメータアクションでそれをやりたいので、まあ、どうしようかな。セレクティッドステートとかにしておいて、ストリング、カリフォルニアとかにしておきますけど、どうしようかな。まあ、ネーミングルールがあんまり良くない気もしますけど。
ステート。まあ、こんな感じの計算式を1個作っておきます。で、これ、パラメータ、最終的にパラメータアクション使うので、選択されてるステートですかっていうのをまあ聞いてるみたいな感じですね。で、これ選択されていませんだけここに出てほしいので、まあ、フォルスを出してあげると、まあ、こんな感じで、25個表示されるな、みたいな感じですね。で、こっちの形に合わせてあげたいので、どうしようかな。これそのまま入れてもいいかな。セールス。ナンバーフォーマット。ステートもこうかな。あとランクがいりますね。ランク。ランクサムセールス。で、このランクはもちろんステートを使ってあげて。まあ、ちょっと細かいところは、またお湯直すとして。まあ、12くらいにしておこうかな、一旦。下。ごちゃごちゃしたので。はい。ちょっとラベルだけ一旦あれかな。9ぐらいにしましょうか。まあ、このヘッダーも消してしまって。はい。で、近いものができたなっていう感じなんですよ。とりあえずは。で、ただ、これ、もうこの時点でちょっと一個問題が起きていて、ニューヨークって売り上げ第2位のはずなんですよ。なぜならカリフォルニアが第1位なので。まあ、オクラホマとか外しちゃうと。こんな感じ。まあ、1位カリフォルニア、2位ニューヨーク、3位テキサスみたいな。でもこちらだと1位ニューヨークになっちゃってるんですよ。カリフォルニアがもし選択されてる場合に。で、これなぜこれが起きてしまうかというと、あれなんかこの図が変わってるような気がする。この図だったっけ？まあいいや。タブローの操作の順序。てか、それないですかね、日本語ページ。タブロー操作の順序。あったあった。この図だったっけ？まあいいや。タブロー操作の順序っていう、まあタブローのフィルターとかが、フィルターと一口に言ってもいくつかあるんですけど、まあ、フィルターだったり集計っていうのがどのタイミングで何が走るんだろうな、みたいな図があるんですね。で、このセレクテッドステートの計算式は、いわゆるディメンションフィルターなので、まあ、このディメン、ステートというディメンションの値に対してアプローチしているので、これ、このあたりで動くはずなんですよ。動いてるんですよ。ただ、ランク関数って表計算なので、ここで動いてるんですね。で、何が起きてるかというと、表計算でランク計算する前に、カリフォルニアがそもそも、そのランク関数の集計の対象から外れてしまっているので、まあ、ここでランク計算するときに、カリフォルニアはもはやかやの外っていう感じなんですね。で、これはちょっとまずい。ので、どうするかというと、どうしようかな。ちょっと一旦こう出しますね。というか、いいか。先ほどと同じトップ26。フォーマットをもうちょいなんとかしようかな。12ぐらいだと思う。はい。で、
まあ、これが見やすいのかな。はい、上から順にカリフォルニア、ニューヨーク、テキサスみたいな感じで並んでいて、どうしようかな。まあ、カリフォルニア1位ですよねっていう感じですね。で、フィルターにもしこれを入れてしまうと、表計算の中で使われる、表計算を走らせるときに、もうカリフォルニアは存在しないことになってしまうので、フィルターにはちょっとこいつは使えないなと。で、どうするかというと、この表計算、ランク計算を、ステートと、あとこの、セレクティッドステートの、まあ、計算、ブーリアン、トゥルーフォルスのものを使って計算してくださいねってやった上で、トゥルーのものをハイドすると、これを大きくしたいですね。ちょっと大きくできるかな。カリフォルニアは、このビズ上には存在はしてないですけど、ランク計算は、この見えないところにあるカリフォルニアをも使って計算してくれるので、ちゃんとニューヨークは2番出してくれます、みたいなことができます。まあ、こんなようなことをこっちでするんですけど、どうやるかというと、一番簡単なやり方は、一旦こいつを色マークに入れてしまって、で、これはちょっとフィルターから外すと、まあちょっとごちゃごちゃした感じになるんですね。どうしようかな。もうめんどくさいので、両方使おう。これでうまく動かないかな。で、ランクセールス。まあ全部の表計算。このパネルチャート用のカラムディバイダー、ローディバイダー、ランク、全部、ステートとセレクティッドステート使ってやってねってやった上で、まあこんな感じで26種が一旦全部出している。まあフィルターとかも入れていないので。という状態で、このセレクティッドステート、右クリックして、ハイド隠すっていうのが出てくるので、まあそれ隠してあげると、まあこんな感じでいい感じに消えてくれるな、みたいな感じですね。で、今説明のために、この2つは、セレクティッドステートを使いましたけど、まあ、単にステートだけで全然よくて、はい、できましたっていう感じですね。フィルター以外の方法でも、ビズ上で、まあ、マークっていうのが正しいのかな、マークを隠すとか、マークを見えないようにするみたいなことは全然できてしまうので、まあ、こういう、フィルターを使わないけどフィルターしてるみたいな tips、まあ、覚えておいて損はないかなって思います。特に表計算使うときに。はい。で、これで、まあ、これっぽいものができてしまったので、まあ、あと何やるかというと、まあ、表示されているものは全部真っ白にしてしまって、一旦。まあ、これ本当は真っ白じゃなくて、多分透過してるだけなんですけど、まあ、真っ白でいいやっていう感じですね。で、ボーダーに、これ、赤なのかな？オレンジなのかな？もうなんか、よくわかんないです。赤にしとこう。まあ、赤色入れてあげて、で、フォーマット。まあ、ここの掛け線、罫線は消してあげましょうみたいな感じですかね。で、ツールチップはいらないので、まあ、ツールチップはかいらか出さないように。っていう感じで、とりあえず、ああ、欲しいものできたなっていう、とりあえずは、下のグリッドについては。まあ、名前をパネルチャートとかにでもしておきましょう。はい。で、これで前半が終わって、じゃあ後半戦やるんですけれど、ちょっと結論から言えば、上側で表示してほしいのは、まあ、選択されてますよのステートなので、まあ、この計算式で、あ、選択されてるやつだけが欲しいですねっていう形で、まあ、true のものだけ取っておきましょうっていうのを一回やっておきます。で、ステートバーンって表示させておきたいので、まあ、どうしようかな。こんな感じ。あ、そっか、カウントリーがいる。よっと。マップ。はい。で、カリフォルニア選択しとこう。
あ、なんかそれっぽいものできたなーっていう感じですね。で、どうしようかな。まあ、シティごとのドットも欲しいので、サークル、シティ入れて、セールスをサイズに、まあ、大きさ的にはこのぐらいにしときましょうかね。で、デュアルアクシズして、で、ボーダーに、まあ、色入れてあげると、まあ、とりあえず、まずそれっぽいものが一旦できたなっていう感じですね。まあ、ここも色、40%ぐらいかな、知らないんですけど、ちょっと色明るくしてあげよう。で、多分白いボーダーが入ってますね。まあ、こんな感じかなっていう、まあ、とりあえず近いものはなんかできたなっていう感じですね。で、ただ、後ろがちょっと厄介なので、あと、この辺りのオプションも別に出てこないので、よっと、上のマップタブから、とりあえずオプション消したいので、マップオプションで全部アンチェックすると、まあ、あれです、こう、オプションが出てこなくなるな、みたいな、まあ、ズームもできないな、みたいな感じに、まず一回してあげられます。で、マップレイヤー。まあ、このあたりで、まあ、このなんだろうな、ベースは何でしたっけ？地表みたいな感じなのかな？とか、まあ、なんて言うんだろう、土地の表面みたいな、多分山とかそのあたりとか、あとは、まあ、ボーダーとかその名前とかって全部消せるんですけど、今回に関して言えば、このウォッシュアウトって何かっていうと、まあ、どのくらい色を薄くしますかみたいな感じで、全部100にしてあげると、こんな感じで全部消えるので、まあ、これでいいかなっていう感じですね。はい。で、あとは何だろう。これか。カリフォルニアっていう名前が出てほしいので、ここはステートかな。これをラベルに入れてあげて、セールスもラベルに入れてあげると、これどうしよう。28ぐらい。多分、これは15くらいですかね。知らないですけど。ああ、それっぽい。まあ、こんな感じで、セレクティッドステイト。ツールチップもいらないので、ツールチップも隠して、あげま、ショーって感じですね。はい。で、今回は確か、600、900だったかな。で、作れって言われてるので、まあそんな感じで作ります。よ。はい、00。600、900。まあタイトルをいい感じにこう作ってあげて。こうして、こうする。タイトル隠してあげて、これ見た感じ、掛け線入ってるので、掛け線というか、罫線というか、まあ、要はボーダーが入ってるので、切ってあげて、やたら大きいので、多分これは300くらい。うん、多分それっぽいですね。じゃタイトル切ってあげて。よっと。はい。で、まあ、これでそれっぽいものができましたっていう感じですね。で、ダッシュボードアクション。パラメータ。パネルチャートから選んでほしいので、まあ、セレクティッドステート別に入れといてもいいんですけど、まあいいや。セレクティッドステートのパラメータをターゲットにして、まあ、そこにステートの値が入るようにしましょう。で、セレクトしたら入ってね、みたいな感じのものを実装すると、まあ、こんな感じで、ちょっと後ろのタイル消しましょうか。まあ、スワップできてますね、みたいな感じのができるっていう感じですね。はい。まあ、こんな感じで、種さえ分かってしまえば正直楽。まあ、二つのシートがあって、まあ、この隠す周りの話とかもあって、ちなみに隠すマークを再表示させるには、これか。分析タブの、ここに隠し、なんだっけ日本語名、ちょっと忘れちゃいましたけど、隠したデータを再表示とかそういうのがあるので、まあ、こうするとこんな感じ、26個ちゃんと出てくれるな、みたいな感じですね。で、この隠すを使ってフィルターっぽく動作させましょう。で、パネルチャートを作りましょう。あと、
組織設定ちょっと頑張りましょうくらいの話なので、まあ、もしご興味あればチャレンジしてみてくださいっていう感じですね。で、もしご不明点とあればツイッター等で質問いただければ多分ご回答できると思います。という感じで、だいたい25分、ワークアウトウェンズデーを解説しようのコーナーでした。ぜひやってみてください。